サミの形を取りたい。ここリジェクトはどうするか。一方のスカーズはどう情報を得ていくか。さあここから早いですよ。ビーラッシュです。ビーバサミ、マリンがまずは削っていく。2人目、さあここはディモルドのカバー、ノリセンのカバー、そしてハレもキルを取っていますが、リョータが先に入っています。いやこれは3対2、ハレ以外の体力かなり削られたので、これスカーズの作戦手のレイナがもしかしたらこの体力差だと抜け切るかもしれないですね。ただカメラがあるリジェクト、これでダーツが刺されました。そしてケージも使っていきます。取り返しスカーズどう取り返していくか。これがハレが柵を取りました。時間を稼いでいく。ペイント弾で右を制圧、左サイドハレが覗いていく。ハレがこの、まあ、ここはもう武器が弱いんで、はい、できる限り削れればって感じなんですけども、まあ、さっきみたいに B 側にアクションかかった時にいかに早めに寄れるかが鍵になってて、まあ、たださっきのラウンドで言うとミッドを取られてしまってたんですよ、はい、なのでミッドにワイヤーを仕掛けてなるべく早めにローテーションできるような展開を作ったりとか。入ってくるデップ2キル目もデップ、うん、3キル目もデップ。おスピード感ある。やってますね。スパイクをドロップ、スパイクドロップです。味方に委ねました。すごいところにエースがあるのか。いやーこれありそうですね。デップはかなり自分になんて言うんですね、エンジンをかけるためにこういう強気なプレーをしていると思いますね。本来 HP40 が乗る位置じゃないと思うんですけど、まあ、デップなら許せると。そうですね。これはダブルピークサイドから4キル目まで取って両タがキルを拾いました。ただあそこの武器のドロップは拾うことはできません。浮いてる。最後はディモール、うん、相当警戒します。今もしかしたら待ってるかもしれないと思うと、でここでようやく行くしかないという状況が起こります。ブラックさん寄るのも怖いですよね。これそうですね、ディフェンダーの左のベースにいるかもしれませんからね。そうですね、おっしゃった通りペイント弾が来てるのでうかつに寄れないですね。リジェクトということもあって、うん、この細かい時間稼ぎが相当後々響いてきますが、高めで守っているリジェクト、いやー足音聞いてますよ。裏から晴れ、やはりまたエリアのコントロールを取りに行くのが難しくなったので、しかしマリンが返す。ガーディアン逆にディモルト、ここもオーメンが落ちました。ワイヤーに引っかかった両太、手前には待っている、入ってくる。おデップだ、デップがアグレッシブです。ここにはハレ、ハレデップで挟んでくる。いいリコンボルトが入りましたが、マリンはバレていません。ドローンはどうでしょう。マリンの位置をしっかり把握。さあそして中に入っていくが、ここはガーディアン、2キルまではいかないものの雷のカバーです。ただそれでも1オン3という状況です。そして雷はもちろんアルティメット所持です。バイクを設置、まあ、コンバートされた策。やはり思ったよりスカーズが力を出せていない印象がありますね。強気だ、ハレ、クルールデップは出る。味方が締めたのに壊して上げてきましたよ。策マーシャルだ。かなり苦しい勝負になりますね。これは武器を拾いたいか。手前まで飛んでくる体力がないぞ。うわあ寄ってくるデップ。なんだ。お、武器拾った。最後は雷。いやーでもこれは、はい、いやー逃がすつもりはない。逃がすつもりはない。しっかり抜いた。そして浮いた。ハレが浮いた。いやードローンが刺さったことが。マナイクのデップ。勝因でしたね。何も見えない。抜いた。うわあ強い。見えてないよ。5人目行きたいが、ここはしっかり避けていきます。まあ、最初ねリコンボルトで映ったものを抜きましたけども、その後も丁寧に全員で詰めました。さあ、あれ見える位置分かっています。取り返しのチャンスあります。 M ポイントも取って、さあ 3-on-3 チャンスがある。デップ体力はかなり少ないんですけど、サクはエンプレスを打った。オペレーター持ってるんで、つかずやっと取り返すチャンスだ。8本目、しかし乗り線高めだ。乗り線、しかし N ポイントはそこを取り返す。ステップのオペレーターどうだ、体力が5。かなり壁抜きをせ横から N ポイント 1v1
最後はハレー、うん、やはりもう良かったんじゃないかなとはちょっと思っちゃいますよね。これだけ焦ってるでしょう。ステップファーすぎる。ノリノリだ。ステップが止まらなくなってきた。ここはパラノイを受けます。ビーコンボルトセットアップ。後ろマリン、おお早い。裏からマリンです。動き変えてきましたね。これで3対3。先ほど乗っていたデップは失いました。 N ポイントがシェリフでノリ戦を倒したことによって人数状況有利になりました。スカズ残り1名。ラストはハレ 1v3。 いやこっちも怖い。かかってこい。こっちも怖い。かかってこい。こっちも怖い。いやラストはめっちゃですね。そういう時こそ本当に大事です、はい、さあ先行していく。そのマリンの背中を追ってサクが入る、うん、スカーズらしい戦いです。ここまで詰めた。削っています。バイクを設置。得意な距離があります。相手はエコラウンド。しっかりと味方と連携を取り合ってますね。キルはマリンに集まった。これがキャプテン。これでもうアルティメット上がりました。もうキル取らなくてもいいですよ。パーフェクト。味方のサクはいいポジションです。2個使っています。中へのエントリー。サクデュエリストらしい。しかしデップのカバ ー早かった。この後マリンはどうするか。リコンボルトが飛んできます。非常にいいリコンボルトです。うん、マリンがセンターからハレを取って、そして展開を変えていきます。先ほどは B へのプレッシャーから今度はキャット上がりの A へ展開。しかもこれマリンを残しているというのが、うん、本当にスカズらしい。いいですね、うん、ただしっかり見えています。マリンの武器はこれ相手に渡してはいけないタイプの武器なので。うわこの位置か。あと30秒。雷逆松にいた。逆松からこれは予想以上に削られましたね。これ2対2です。これポジショニングかなり重要です。キャットはマリンのオペレーター。ヘッズには2が来ました。これで N ポイントのカメラも壊れます。かなりマリンがうまく生きるかどうかなんですよね。生きた。パラノイアが入ったタイミング。降りた音も確認できました。設置的に勝負しないと見えるんですよね。ラストディモルト置いてるテップ。ファーストキルはディモルト。取ったのはキャット高めですね。キャットか。先輩ワイヤー置いてあるのでもうセンターフリーでいいんですよね。いやかなり丁寧にやってますね。 N ポイントダーカバー。ただここは超えれてます。ダーツが刺さりました。 A 多めなのが分かっている中でスカズは中に入っていきます。おーここは打つ前に爆発する前にハレを倒しました。そしていい作敵リオタ抜きました。サクのカバーです。人数差はある程度埋めつつありますが、あとは佐久亮太。これ佐久の立ち回り重要ですが、うわーデップだ。おっと見えてないぞ。これは一方的にデップの位置を見たぞ今。 1v2 なんで何が見えた。後ろからデップ。後ろ13対5 ファーストマップアセットはリジェクトが勝利となります。いやー圧倒的でしたね。ピストルだったので、はい、ああいうブリンクされるとやられた側は嫌なんですよね。非常に少しエイムがずれるだけで打ち合いに負けてしまうので。それにしても最後のデップ見てください。1人目6発、2人目6発。綺麗ですね。12発しかない球をうまくコントロールしていきました。勢い乗ってますね。難しそうですけれども。そうですね。でもノリ先選手残ってますね。ただ味方のノリが間に合ってるので、はい、3人ならチームファイトできると思います。ここで少し止めましたね。おお危ない。うわ削ります。これで B のエントリーも少し難しそうにも見えますが、さあここでハンターズフューリー。ファーストキルはマリン。ハレを落としました。おお。そしてサックのハンターズフューリー雷に当たって、ただノリ戦時間稼いでますよ。リテイクのフラッシュはありません。オービタルストライク。ノリ戦を絶対に許さない。ノリが焼けました、うん、今回あと30秒。これで4対2。バイクを設置。オート削った。チャージ不足だ。体力が10。チャージが足らないが入っている。飛ぶというよりは味方のカバーを。リボルト続ける。取り返し。素晴らしい判断。2オン4から
ここは狙われた後ろからで、うん、ラストデップ時間はありません。キープの判断でしょう。その方がいいと思いますね。だいぶデップ選手もクレジットを消耗しながらのオペレーターだったので、ここを落としてしまうと確実に次のラウンド苦しいのでキープですね。ドローには反応しません。煙幕展開、さあ来た、あーこれ地獄を見せてやる。ローリングサンダーと合わせたが、ハレが止めている。一方返しのローリングサンダ ー、いやハレが硬すぎる。2つのアルティメットを消費させてリジェクトをなんとか守りきることに成功。しかし両タム抜いて 1V3。 ここはマリンらしい、あとはワンウェイのスモークをよく耐えていきますが、ハレとの対面かなり削った。いいリコンボルト策、アフターショックも導入、まあ、設置まではスムーズにいけそうですね。インセンディアリーに焼かれた、また焼きのり。これ多分スモークで見えてなかったですね。見えないですかね、うん、あちちって食らったらもう40ぐらい削れてますからね。そうですね。リジェクト対スカーズ現在5対4、攻め側のスカーズがやや苦戦しているようにも見えますが、さすがのセットアップです。取り返しのリジェクト、4人での取り返し、デップ、サハレがカバーするがサックが抑える、弾がないか。ディボルトを続けるラスト、雷が抑えて6対4。打ち合いで下していきましたね。流れは裏取って、さらにアデも裏取ってるんですよ。すごいことになってますよ今。とんでもない裏取りが出てますよ。どうする、どっちが先だ。ディボルト後ろから2人目、ディボルト、ディボルト、両親がなんとスリーキル、展開を変えた。これは変わるワンキルですね。しかもその裏でアデも裏取りしたんですよ。そこはきっちり潰してるんですよ。これでワンオンツー、体力11、エコラウンドだから仕方ないとも言えますけど。あと30秒、キャプテンマリンワープを仕掛けます。オペレーターなので設置位置がここで、強気の設置位置。取り返しどうだ、ブレイズフラッシュたくさんある、いいフラッシュ、しかしマリンスーパーマリンタイム、ここを抑えた。ノリセンなんとかギリギリのところを抑えました。釣りだ、後ろは釣り、手前に入っている。フラッシュは入っていない、ショックボルトも奥だ。ディボルトがなぜかキルを取っている。だからあれ、ハレフラッシュ、2個目のフラッシュ、何も見えない。リョータスモークもあるが、3人がいる浴場、すごいシャワーで攻防戦繰り広げられてますけど、パワー密です。ハレが止めた、ハレだ、1回だったかもしれないですね。ハレデップにディモルトを添えて、必要だったかもしれない。あ、これ早い、早いぞ。ライトバック当たってる、1人目、あとは走ってフラッシュ入れて、見えました、しかも見えた。情報が最後に取れたのは大きいですね。ただ面白いのがこれで B 展開、これは騙される。あ、これもう一回 A 飛ぶんじゃないかな。ありえそうですね。それも考えて多分リョータがもうシャワーキープしてるんですよ。スモーク焚きました。ここからのもう一回 A ショートプッシュでしょうか。うん、プッシュするんであれば B のワイヤーなどは壊しておきたいですけどね。正直あれがある限りは B 安全なので、ランプをまずは制圧。デッポ強気、ちょっと待って、どこまで行くの、ヘブンへのアプローチはどこまで行くの。ヘブン相当ダメージ受けました。体力が10、いやこれはえ、まだ行く、体力10、さすがにこれは無理だった。ただ人数状況有利、2人が見えたでしょう。手前にやられたことによって、あと情報も取られましたね。これアビリティ使った、腹が強いぞ。4キル目というと1周目で予選を通過してこの決勝ステージまで来ました。また同じ攻めだ、速すぎる、スピードについていけてない。しかしアデは浴場で我慢、4対4です。
あのエイムであの詰め方されるともうピークアドバンテージ的に勝てないです。そしてリジェクトは B に一人寄ったが、デップは帰ってくる。何のマラソンだ。なんだこれ、どうなってる。リジェクト結果的に、まあ、裏をいい意味で取れてますからね。ランプへのオビタルストライク、ここはディボルトが刺さりました。これでランプはいないのが分かりましたね。ローリングサンダーも加えていく。解除中、これはさすがに守れないと思います。時間がありません。乗り線、お見事です。流れが A ショートへのアプローチ。うわ、デップのファーサキル、一瞬でも姿がすれば関係ない。もう先ほどからマリンを完全に止めて、待って、今のバーストショットだよ。それはバンガード、今のバーストショットでしょ、明らかに。バイクを設置、左クリックじゃなかったよ。なんだこのスモーク2個ついてる。あの1個目がワンウェイにしようと思ってミスったんで、2個目は慌てたいな感じですね。人数状況、フリースカーズ3対5、分かってますね。清田のカバーが入る。ステップ3キル目、サクはヘブンからの取り返し、ワンオフォーです。全部パス、皆さんは本当真似しない方がいいです、あれは。ハレ来た、ハレフラッシュ、しかし関係ない。2個目、アビリティが使えるぞ。見えた、あと一歩。いやでもこの見えたという情報は大きい。さあ見えた中を取りました。これで5対3、リジェクト準決勝進出、あと一歩。スカーズ耐えられるか。どうだ、命のラウンド。見えてる、アデ、アデが耐えた。2対3、ただアデの体力が、インセンディアリーを打ち込んで、あそこ勝負に来る。デップ抜いた、足元を崩した。ラスター亮太、どうなる。今までの練習量、王者大事。最後はノリ戦が崩した。